歩きたい、自分の足で私は今でもそう思っています段差階段坂道街には不便がある生活には不自由がある 私だけではありません。障害のある方、ご高齢の方、ベビーカーを押す方、合わせたら日本で暮らす人の3割を超えます。その人たちには、共に行動する家族や友人もいます。 不安を解消するため私は考えました多様な方がゆったりくつろげる旅館家族みんなで幸せを共有する結婚式場それぞれの可能性を広げるスポーツジムありとあらゆる場所を行きやすく過ごしやすくしています お墓も、その一つです。かつて霊園は砂利道や狭い道で多くの人が移動しづらい場所でしたそこでこれまでにないバリアフリーの霊園を実現しました目が見えない人も皆と同じようにアートを楽しみたい名画を触って 分かるようにしましまたありとあらゆる人が楽しめる空間を実現しました行きたい場所へ行けるかどうか行きやすい道順はどれか一目で分かる地図を作りました今ではスマートフォンさえあればどこにいても見ることができますこれらは 社会貢献のみならずビジネスです大きな市場がチャンスがあります多くの人が求めていることだからこそ続けていかなければいけません広げていかなければいけません社会性と経済性両輪あってこその継続です 世界には10億人の障害者が暮らしていますそしてどの国でも高齢化は進みます取り組むべきは日本だけではありません10年前私は病室にいました 歩くことを夢見て手術を受け毎日毎日リハビリに明け暮れましたしかし歩くことは叶いませんでした夢立たれた日私は自ら命をも立とうとしました でも私の足では飛び降りることもできませんでした死ぬことすらできない自分に絶望しました病室のベッドの上で枕に顔を押しつけ散々泣きましたけれど 人の涙は2週間も持ちません泣き明かした後考えましたここまでやってだめなら仕方がないそう思えるまでとことん向き合おうと可能性がないと分かっていながらも歩くための努力を続けました 全力で結果やっぱりダメでした今日も私は車椅子に乗っています幼少期からずっと抱いた歩きたいという思いはこれから先も消えることはないでしょうそれでも最後の リハビリを終えたとき、私の心は晴れ晴れとしていたことを覚えています。私は歩けなくてもできることを探し始めました。病室を出て猛勉強の末に大学へ入学しました。学費を賄うため、私はアルバイトをする必要がありました。コンビニ ファミレス、新聞配達、車椅子の私にできることはありません。履歴書を持って多くの会社を回ったところ、一社だけ私を拾ってくれました。ウェブ制作の会社でした。すっかりデザインの仕事をするものと思っていたところ、出社初日、私が任せられたのは、 営業の仕事でした他の営業は一日100件近く回ってきます一方私はせいぜい10件程度でした駅にエレベーターがない建物に段差があるお伺いすることさえ叶わない日もありましたなんとか諦めずに 続けているとまた車椅子の営業が来たまた書き打ちが来てるぞと覚えてもらい気づけばその会社で一番の売り上げ結果を残していました歩けなくてもできることだけではない歩けないから 障害があるからできることもある私は新たな道にたどり着きました振り返れば苦しいことつらいことばかりでしたしかし不幸ではありません歩けなかったからこそ 得られたたチャンスがありました出会えた人がいましたバリアバリュー障害は視点を変えれば価値に変わる私はそう信じています障害だけではありません例えば仕事が遅いとしましょうでもそれは人より 丁寧な仕事をしているのかもしれません落ち着きに欠けるのは目先のことだけではなく広い視野を持って行動しているのかもしれません不安になりやすいのは人一倍責任感が強く最善の準備をしているのかもしれません誰もが持っている弱みやコンプレックスは 強みに価値に変わる瞬間がありますもちろんすぐには難しいでしょうでも向き合い続けることで信じることでバリアはバリューに変わります二十歳の時私は会社を立ち上げました障害者の 視点経験感性を生かす会社です今多くの仲間とバリアをバリューへ変えていますここで私の人生を変えてくれた一人の女性との話をしましょう 私は田んぼと山ばかりの町で育ちましたひとたび外へ出れば山あり谷あり車椅子では移動が大変でした家から学校まで友人がいつも車椅子を押してくれましたでも私には車椅子を押してもらいたくない いえ、押してもらえない人がいました高校生の頃、お付き合いしていた恋人です小さなプライドでした車椅子を押してもらうことが情けない恥ずかしい かっこ悪いいそんなふうに思っていましたある日彼女が私に言いました手をつないで歩きたいと車椅子に乗っている私と手をつなげば目立ちます私はすぐに断りました彼女に冷たい視線を 浴びせたくなかったからですところが彼女はこう続けました付き合ってるんだから手をつなぐのは当然でしょとそれから私は片手で車椅子を漕ぐ練習をして彼女とはどこへ行くにも手をつなぐようになりました 私と歩く彼女は恥ずかしがるどころかいつも笑顔でしたしばらくして彼女が手をつなごうと言ったもう一つの理由を知りました手をつないで坂道を歩いていると私の方が遅くなり 自然と彼女に引っ張られる格好になります坂道に差し掛かった時私は彼女へ負担をかけないように「ここからは自分でこぐよ」と伝え手を離そうとしましたすると彼女は手を離すことなく笑って私に言いました車椅子を 押すなとは言われたけど引っ張るなとは言われてないよとありがとうその言葉が出るより先に涙が出ました家から一歩外へ出れば私は周囲の人に手伝ってもらってばかり口を開けば すみません、すみませんと言い続け、したばかり見ていました。でもこの時は違いました。顔を上げて前を見ました。その先に、私の手を引いてくれる笑顔の彼女がいたからです。すみませんと言い続けた人生から、 ありがとうと伝え続ける人生に変わりました彼女が彼女なりに考えたその答えに私は救われました「車椅子だから押してあげよう手伝ってあげようではない」 目の前の人とどのように向き合うか、どのように共に歩むか、今はそれをユニバーサル・マナーと名付け、私が伝え続けています。これから皆さんも学校や職場、街中で多様な方と向き合うことになるでしょう。どんな建物が、 快適なのかどんな製品が使いやすいのかどんな手助けが喜ばれるのか正解はありません皆さんの考えるそれぞれの答えが誰かの救いにつながるはずですハードもハートも世界に誇れる日本を 誰もがバリアをバリューとできる未来を皆さんと共に実現できたらと願っています。